大人も知らないカチカネ探究部。さあ始まりました、大人も知らない価値観探究部、今日の MC を務めさせていただきます、てんてんです。そしてリュウリです。お願いします。そしてあ、そしてズームの窓からこんばんは、山友です。はい、お願いします。からの直さんです。お願いします。そして私、現場におります、DJ ゆうやでございます。はい、お願いします。ズームからかなこ姉さんでお願いします。はいはい、そして今日はですね、特別に2人のゲストが貝原高校から来ていただいております。おお、これは半年以上待ちかねた呼ぼうと言い続け、はい、もう待ちくたびれたこのお二人、はい、はい、自己紹介お願いします。はい、貝原高校の、ラジオネームがママレモンです。ママレモンさん、はい、お願いします。ママレモン、はい、お願いします。お願いします。同じく貝原高校のパパレモンです。お願いしま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 す。ママレモンとパパレモンさんね、はい、はい、お笑い芸人の、あ、違う、そんではない、はい、まあね、せっかくね、こう来てくださったんでね、てんちゃんからもうこうぐいぐい引っ張ってね、てんてんからぐいぐい引っ張って、今から自己紹介なんかしながらね、質問なんかしながらいい感じに、はい、引っ張っていってもらったらいいかなと。これ2個合同ですからね、はい、初の、はい、貝原と氷上西の初の合同番組ですから。本当ですね、女子がいるっていう感じですね。そう、女子がいるんですよ今日は。なんともう沸き立ってね、男子たちがもうほんま浮き足立って、もうほんまにもう今かってくるね。違いますね、雰囲気が。そう、はい、さあ緊張してる場合じゃないですよお二人さん。はい、すいません、はいはい、もうこの4人ね、いつものレギュラーメンバーがいるんですが、まあ、スタジオのキャパの関係上2名しか来れないということで、はい、おそらくここに来る2名をね、河川敷で相撲を取って決めたと思うんですけども、はい、もう血を洗う戦いで勝ち残ったこの2名、勝ち残ったんだからちょっと主張しないと、はい、はい、質問なんかしちゃったりなんかしちゃったりして、はい、質問はあの前のモンブランのギネス記録の件なんですけど、お、いきなり確信に迫る。いいえ、どうぞ。打ち合わせとは違うけど、どうぞ。なんかすいません。そう、実はこの2人ね。はい、あの実はこの2人、あのモンブランのギネス記録で前線で携わってくれたお二方です。おお、あのね、丹波市を巻き込んだ、はい、ギネス記録を作っちゃおう、丹波栗のモンブランでね、それのなんとフォアメンバーということで、はい、はい、なんか質問ないですか、なんかのお二人に聞きたいんですけど、お、お金はどうやって集められたんですか。あ、もういきなり確信に迫る、ね、はい、もう担当直入に、もう用事はすぐ済ませてね、価値金探求部ですからね、はい、そう、お二人はお金班っていうとこで、はい、うん、なるほど、じゃあどうやってっていうとこですよね。お金は私たちママレモンとパパレモンの2人で、県の申請金、助成金をいただいたり、うん、企業にお金を協力金としてお願いしに行ったりして集めました。素晴らしい拍手僕たちはこんなできないですね、まだ行動力がすごい、そんな行動力がない、もうビビっちゃって、あ、すごいですよね実際ね、はい、なかなかね、こうあの散々言われてたんですけど、うん、大人にもできへんことをやってるみたいなことでね、はい、助成金を申請するって結構大変ですよね、あれ大変でした。はい、どういうとこが大変でした、県の助成金ね、パワーアップ事業っていうね、なんか苦労したことってありますか。資料をいっぱい書かないといけなくて、このママレモンとパパレモンで2人で夜な夜な LINE 通話しながら頑張って文章を考えました。おお、夜な夜な、なかなか大変ですよねあれ、いちいちね、はい、もうなんかもうすごい細かいとこまで書きますからね、はい、うん、
はい、結構事業計画とかね、そういうの書かなくちゃいけないですもんね。何のためにやるのかとか、それを やることでどういう効果があるのかとかね。どうですか、リュウセ君、なんかこれを聞いた上で、はい、あのモンブランの世界あの記録をまず誰からやろうっていうのを言われたんですか。おお、誘われた。え、誰から誘われた。誰から始めたのかっていう、そのやろうっていうのを、そのプロジェクト自体のきっかけ、はい、は私らが去年プロジェクトで、活動したんですけど、その前の年に氷上西高校の中でそのギネス記録を取りたいっていう案が出たみたいで、そこからどうせなら3校合同でやろうっていうことで、私たちも、貝原高校と氷上高校が誘われる形で、この3校合同でプロジェクトをすることになりました。はい、なるほど、はいはい、せっかくなんでこのズームの向こう側で、はい、はい、顔がズームの画面でしか確認できないんですが、はい、一緒にやってるお二人、はい、どうでしょうか、何か質問とか。そうですね、丹波市全然感じないことだけど、丹波市は別に貝原以外も高校あんのに、なんで貝原高校なんですか。あ、選んだんです。あ、なんで貝原高校選んだか。ああ、おお、なるほど私は氷上高校の成果とちょっと迷ってたんですけど、やっぱり中学校で勉強してきたのをなんかもうちょっと頑張りたいなと思って、貝原高校を選びました。おお、素晴らしい。ちなみに山本君はどうやって選んだんですか近いからです。いいですね、はい、いろんな理由がありますからね、うん、なるほど、まあ、いい質問ですね、はい、なおさん、なんかないですか、せっかくなんです。モブランのことに戻るんですけど、いろんな役割あるじゃないですか。はい。で、なんでお金に関係するところに行ったのか気になっています。おお、めっちゃいい質問めっちゃいい質問しました私はそのいろんなお金班以外にもそういう統括班とか材料とか機材とかいろいろあったんですけど、そのなんでお金班にしたかっていうと、そのお金は全部で230万円ほど集めたんですけど、そういう大きな一番大きな目標に挑戦してみたいなっていう気持ちがあったからお金班を選びました。かっけーかっこいいですね。難しいからこそやるっていうね、うん、かっこいいですよ、これは。かっこいいです。230万ですよ、高校生が。すごいですね。すごいですよね。これはすごいと思いますよね。はい、うん、最初これできひんのかなとか心配じゃなかったですか？めっちゃ心配でした。それでも飛び込むこの勇気。はい、どうですか、流星君？尊敬します。すごいですよね。はい。あ、せっかくなんで、はい、逆にお二人から。パパレモン、ママレモンからのお二人からなんか西高です。そう、なかなかね普段絡まないですよね、はい、うん、はい、どうですか。西高では結構いろんな活動というか地域と協力された活動をたくさんされてると思うんですけど、特になんか印象にこれまでの生活の中、高校3年間の中で心に残った取り組みはありますか？おお、心に残った取り組み、いい質問来ましたよ、はい、心に残った取り組みはめっちゃ緊張してる、めっちゃ緊張してる、聞く側は気楽やったけど聞かれたら緊張するやつだね、これはめっちゃ緊張しますね、ねえ、これはいい質問にはいい答えを、まあ、僕たちが頑張ったのは放課後カフェっていう、放課後に自分たちで値段設定とかメニューとか決めて町の古民家をお借りしてやってるんですけども、それはなんか
みんなで協力できたし、本当になんか難しいこといっぱいあって達成感がありました。はい、いいよ、ちゃんとしてる。大丈夫、非常にいい答え出ました。素晴らしい。はい、じゃあなんかママレモンさんからもどうぞ。私はテニス部でなんですけど、もう3年生なんで、あの引退はしたんですけど、お二人は何部ですか？それは待ってました。はい、僕たちは、硬式野球部です。はい、もうここの山内さんも野球部ですね。で、右上の方は野球部、だった方ですね。過去期野球部だった方です。みんなもとも野球部、はい、もう野球部です、はい、で忙しいんですが、めちゃめちゃ忙しい中、はい、このラジオ番組だけはずっとね、はいはいはい、やってる感じで、うん、なのでみんな野球部です、はいはい、なかなか、はい、いい感じにちゃんと質問もできて大丈夫ですか？心のこう壁を取り去ってフォリオできてますか？はい、もう大丈夫ですね。大丈夫、緊張もだいぶ収まってきて、はい、ほな、真ん中ぐらいなのでね、曲紹介の時間ですかね。はい、はい、今回曲紹介してくださるのは、ママレモンとパパレモンさんです。じゃあまずママレモンさんから曲紹介お願いします。はい、私が選んだのは、ディッシュのバースデーです。なんでまたこの曲を？めっちゃ個人的なあれなんですけど、日曜日に実は私誕生日でそれで選びました。ありがとうございます。この前の日曜日？はい、5日です。おととい、はい、あ、これはめでたいですよ。これはめでたい、おめでとうございます。ありがとうございます。サラダバースデーですね。はい、はい、あ、そういうことかね。サラダバースデーかけますよね。はい、はい、じゃあもう一度、タイトルお願いします。ディッシュのバースデー。はい、リュウリュウからで、まずは改めてお誕生日をございます。ありがとうございます。そのコメントを気が利いている。そして曲に関しては良かったです。やっぱりこれや。曲は良かった。はい、良かった以上の感想はなかなか良、はい、かったが一番上で、うん、誕生日おめでとうございます。山原気が利いている、素晴らしいですね、うん、はい、では2曲目いきますか。じゃあ2曲目、はい、ママレモン、あ、すいません、パパレモンさんの、での曲紹介お願いします。はい、私が今回リクエストさせていただいたのは、ザ・ビートルズの Got to Get Into My Life です。どうぞ。あ、なぜその曲を？あ、そうか、そう、そうそうそう、なぜその曲をお選びになられたんですか？私はビートルズなど結構そういう60年代とかの音楽が好きなので、今回はその中から選曲しました。素晴らしいですね、はいはい、割と古い曲がかかることで有名なこの番組ですが、はい、60年代は、ね、多分過去最高に古い、過去最高、うん、やったじゃ あ曲紹介お願いします。はい、ザ・ビートルズで Got to Get Into My Life です。どうぞ。はい、いや、いい曲でしたね。いや、僕も洋楽とか結構そういう系が好きなんで、僕も興奮しました。興奮した。楽しくなりました。楽しくなった。なるほど、はい、はい、ということでお送りしております大人も知らない価値観探究部、今日はゲストの方がね、はい、はい、もう一度ゲスト紹介お願いします。ゲスト紹介ですか、はい、どちら様がお越し？今日は、はい、貝原高校から、パパレモンとママレモンさんが来ていただきました。 ありがとうございます。パパレモンさんとママレモン、はい、本名ですか？本名あ、ではない。実は本名じゃないです。あ、本名じゃないですか。はい、あ、分かりました。はい、お二人はあれですよね、この前やったね、あのモンブランの世界記録の、はい、ギネス記録のメンバーだったということで、はい、はい、あ、そのモンブランのことなんですけど、そのモンブランやってみてどうでしたか？やってみて、やってみた後の感想、なんか、うん、難しかったこととか、まあ、そうやね、うん、思い出に残ってることね、はい、私たちはお金班やったんで、やっぱりお金を集めるのが一番苦労したんですけど、企業さんを回らせてもらったりしてお金を集めたんですけど、その中で募金活動とかもしていて、その地域の方とかに
その励ましの言葉とかをいただいたりして、それはうれしかったのもあるし、そのプロジェクトを達成できたんできたっていうことがすごい自分の中でも嬉しくて、その仲間との協力とかもしっかりできたので、すごいいいプロジェクトだったなっていうのを思います。おお、すごいですね。すごい、ちゃんとしてる。ちゃんとしてる。ありがとうございます。まあさも僕らがちゃんとしてないみたいな。いやでもすごいですね。さすが貝原高校という。いやもうこれやっぱり、ね、プロジェクトやりきった人のね言葉ですね。そうですね、はい、じゃあ何か他にもどんどんこのズームの向こう側で、はい、見てるとか参加してるお二人も、ね、顔が、まあ、あれですね、まあ価値観探求部なんでね、はい、うん、でお金班の二人がもうね、すごいお金を集めて、何かそのお金をたくさん集めて高校生ではなかなかね集められない額のお金を集めたということで、何かこう集めてみてお金への価値観みたいなのとかなんか変わりました？やっぱりその大金をいただくということで、そのなんかそのお金の値段以上にそのくださった方の思いの重みというか、それもすごい感じて、またそれも新しい価値になっているかなと思いました。おーしか言うてない。大丈夫か。なんか、はい、じゃあここで流星がね昨日聞いた何か、そう、はい、レスポンスをするわけですよ。あ、質問ですか。え、レスポンス。なんか反応が、いい反応が、ね、将来いい、あのいいお嫁さんになります。突然の回答が出た。その突然の飛躍。はい、本当に嬉しい。あ、嬉しい、いただきました。これは気が利いてるよ。いい家庭が作れますよ。あ、もうすごい、突然の、はい、もう、はい、でもよかった、気が利いてる、これは、はい、いい感じが。じゃあ続けての質問をどうぞ。最初の230万はどうやって決めたんですか？からで、その230万集めたということで、あのその使い道をちょっと聞いてみたいなっていうことでいいですか？ギネス記録に申請するのにすごい大金がいて、ほとんどその230万円はそこに使いました。はいはい、あ、それに対しての何かこれね、はい、よかったです。ギネスにお金がかかるってことですか？そう、そう、あれ実際どれぐらいかかったんですか、ギネス社に払ったお金。会社に200、そんな210万円ほど、すごい、すごい額ですね。このギネスのお金分はもう目標だったんですね、集めるのは。あ、ね、今ちょっとズームの向こうからの声がなぜかこうなんかあの脳に直接語りかけてる系の響き方をしてて、ちょっとすみませんね。見えないんですね。すごいこう響き方をしてるんです。すみません、ちょっとごめんなさいね。はい、ちょっともう一度お願いします。そのお金はもう決まってたんですね。じゃあギネスに払うお金は集めるっていうか目標金額として。あ、なんかね今ちょっと調子が悪いようで、ちょっと僕が多分聞こえてうっすら聞こえたものを翻訳すると、なんか目標額がその210万円だったんですかってことですかね。そのために集めた。もう最初からじゃあ目標額は200万円以上やったってことですね。はい、あ、なるほど。いや、それすごいですね。なかなかね、それこそ価値観変わるでしょうね、そんだけ集めたら、はい、うん、どうですかお二人、なんかそれを聞いて、はい、まあ、お二人というかこのズームの向こう側、ちょっとズームの向こう側の声が届かないですけど、全然喋ってくださいよ。でもね、なんかこう脳に直接語りかけてます系の声になんかこうなっちゃってフワフワして聞こえなくなっちゃってるので、はい、身振り手振りでズームの方は伝えてくれると思うので、はい、どうですかね。なんか二人もちょっと結構こう刺激的な話ですね、はい、高校生でここまでできるのかみたいな。ということで、なんかお二人聞いて、なんかこの話を聞いて変わった価値観とかないですかね。はい、いや、なんかそのお金を集めるってすっごい大変なんやなって今思いました。全然知らないというか、その大人の方に電話を何本もしてお願いしたり、大変だなと今思いました、ね。やっぱ大変でしたか。はい、めっちゃ大変でした。緊張もした。はい、なんか部活もやってたんで、なんか両立したりするのも結構大変でした。
部活との両立大変ですよね、うん、いや本当にねこれはよく頑張ったと思います皆さんね、うん、でも時間の使い方上手くなった感じがしますね多分ね、うん、なんかこういうのやると時間は作るものやなみたいな、はい、うん、なると思うんですがかなりそこは上達したんじゃなかろうかと、はいはい、思いますと言ってるところで残り1分24秒ですねこれね、はい、なのでちょっとズームの向こう側の皆さんの声がなぜか届かなくなってしまったんですがこの現場にいるどうですかあの一緒にやってみてこの2個合同でラジオ番組どうですかね。いや本当にいいこといっぱい聞けました楽しかったですし楽しかったどうですかゲストのお二人は楽しかったです良かったもうね楽しくなかったですよ言われたら面白かったですからねもう、うん、二度と来たくないとか言われたらねすいませんすいませんすいませんって謝りながら残り50秒終わりますはい。なんか どうですかねまた例えばこれラジオもねなんか新しいプロジェクトをやるって言ってましたけどねこんなんもなんかこう巻き込みながら、うん、このメンバーはでもその入ってもいいわけですよね、はい、その新しい参考合同プロジェクトね、うん、ぜひぜひもうすぐ部活も引退ですし、はいね、全然動けますあ全然動きますいただきました頼もしいちなみにこのお二人もね当日はモンブランの時は、はい、そう明日中学校の方で初期メンバーやったんですけど僕なんか途中からちょっと部活が忙しくなって、うん、ああね、うん、でも次は参加してるぞって感じですねはいします、はい、ということで残り10秒締めてくださいはい、今日は貝原高校のお二人お二方ありがとうございましたありがとうございました。また再来週バイバーイ。